さん大変長らくお待たせしました。明けましておめでとうございます。こんにちは。いや本当に今シーズンついに動き出すというところで、ホームスタジアムのトヨタスタジアムから本日今年はお届けしていきたいと思います。もうたくさんの方にお集まりいただいて本当にありがとうございます。そしてさらにグランパス公式アプリをご覧の皆さん、いろんなところから今日はね、いろいろな情報が出てくるということを楽しみに待ってくださっていると思います。ぜひとも最後の最後までお付き合いください。どうぞよろしくお願いします。はい、ということで本当にね、もう寒い中1時間半ぐらいありますから、本当に暖を取っていただきながら最後の最後まで情報満載でお届けしていきたいと思います。申し遅れましたが、本日も司会進行、私名古屋グランパススタジアム DJ のヨーヨー陽介です。どうぞよろしくお願いします。さあ、この新体制発表会はグランパスファミリーの皆様に今シーズンの決意表明としてチーム指針をお伝えするとともに、新たにグランパスファミリーの一員となる加入選手のお披露目の場として開催するものとなっております。それでは早速始めてまいりましょう。まずはじめに株式会社名古屋グランパスへと代表取締役社長小西幸喜よりクラブを代表して皆様にご挨拶並びに今シーズンのスローガンを発表させていただきます。それでは小西社長、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。そうか、あんまり声を出しちゃいけないからごめんなさいね。こんにちはを強要したみたいですいませんでした。名古屋グランパスの小西でございます。本日はこのようにたくさんの、なんか1300人を超えるファミリーの皆様にお越しいただいているようです。本当にありがとうございます。いよいよ名古屋グランパス2021シーズンが始まります。パロマ水穂スタジアムの建て替え工事に伴い、今シーズンのホームゲームは全ての試合がここトヨタスタジアムで行われることになります。シーズンのスタートを告げる新体制発表会を、我々が1年間戦い抜くこのスタジアムで皆様方と共に迎えられることを大変嬉しく思っています。さて、2020シーズン、誰もが想像しなかったことが起こってしまいました。長い中断期間、そして静まり返ったスタジアムでの試合、新型コロナウイルスの影響は大きく、グランパスを含めたサッカー界全体が大きなダメージを受けました。しかし、多くの試練の中で私たちは改めてグランパスファミリーの皆様の力をとっても強く感じた1年でございました。昨シーズンのホームゲームには159,694人の方々がスタジアムにご来場いただき、選手たちの後押しをしてくださいました。またクラブとして初めて実施した2度のクラウドファンディングでは、3000名を超える皆様方から合計およそ7000万円のご支援をいただきました。こうした皆様のクラブを思う気持ちが後押しとなり、クラブとして9年ぶりのACL 挑戦権を手にすることができました。改めて感謝申し上げます。ありがとうございます。それでは、新たなシーズンを迎えるにあたり、今シーズンのスローガンをご紹介いたします。オールフォー名古屋、超える。昨シーズンのスローガンでお示しした名古屋グランパスというプライドを持って、すべては名古屋のために、
All for 名古屋という不変の思い、その思いを胸に、さまざまな苦難があっても我々グランパス、我々グランパスはグランパスファミリーの皆様方と一緒にいろんなことを乗り越えてまいりました。戦い抜いたその先には新たな世界が必ず待っています。光り輝く頂を目指し、今こそこれまでの自分たちより自分たち自身を超えるとき、こうした強い決意を込めて、All for 名古屋、超える、このようなスローガンにさせていただきました。昨シーズン、届かなかったリーグ優勝、リーグ制覇、そしてアジアへの挑戦、新たにチームに加わった心強いメンバーとともに、マッシモ・フィカデンティ監督のもと、これから始まるキャンプを経て、攻守一体のスピーディーで魅力あるサッカーを展開するチームが作り上げられていくことを私自身、非常に楽しみにしております。そして後ほど真新しいユニフォームを着用した新加入選手をお披露目させていただきますが、今シーズンのユニフォームは胸に GR ヤリスのロゴが入ります。すでに昨シーズン6試合でこの GR ヤリスのロゴ入りのユニフォームを着用し、4勝1分け1敗という好成績を収めることができました。今シーズンはシーズンを通して胸に GR ヤリスを抱いて戦ってまいります。ユニフォームを身にまとった選手の姿、後ほど出てきますのでお楽しみください。コロナ禍で多くの皆様が厳しい生活を強いられている今だからこそ、スポーツの力で、サッカーの力で必ず明るい未来が開けると私は心の底から信じております。希望を胸に今シーズンも一体となって戦っていきましょう。そして共に厳しいシーズンを乗り越え、その先に広がる新しい景色を皆様方と一緒に見たいと思っております。本年もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。小西社長、どうもありがとうございました。昨年を超える、そういった意味もね、非常に皆さんの中でも納得のできる、意気込みのある、そういったスローガンだったと思います。ぜひともみんなで一丸となって、一つになって、先ほどね社長も言ってましたけども、超えていきましょう、昨シーズンを。そしてこの苦境をね、みんなで乗り越えていきたいと思います。本当にワクワクする2021シーズンが始まったなというところで、続いてに参りたいと思います。続いてはスポーツダイレクター大森正幸より今シーズンのチーム編成についてお話しいただきたいと思います。それでは大森スポーツダイレクター、よろしくお願いいたします。すごい寒そうですね。さあ、それでは大森さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ですが、ビジョンの方にも今から掲示されると思います。新たにチームに加わる移籍加入選手、まずは5名、まあ、今ここに6名いますけども、移籍加入選手は5名ということで、大型スクリーン映し出されている、まずディフェンダー2選手、セレッソ大阪から木本康樹選手、サガン鳥栖から森下亮也選手、そしてミッドフィルダーからは浦和レッズ長澤和樹選手、川崎フロンターレ斉藤学選手、最後はセレッソ大阪からフォワード柿谷陽一郎選手と、本当にそうそうたる5名が
仲間に加わったということですけども、まず獲得の狙い、思い、大森さんの口からご説明お願いします。一人一人全員、あ、もうぜひ全員いっちゃってください。木本選手に関しては、まあ、当然中谷と丸山っていう非常にこのリーグでも優れたセンターバック2人、まあ、そこにしっかりとした競争をもたらすっていう部分でも、まあ、木本選手センターバックで、遜色なく、力を発揮してくれるものと思って、獲得しました。はい、そして続いて同じくディフェンダーの森下選手は、ジェソクがね、韓国に戻るということに、なった部分もありますし、森下君ずっと、シーズン昨年通して、監督と、他のチームの選手もスカウティングしている中で、彼が非常に、攻守にわたって、強度の高いプレーをしていたという部分で、獲得しています。 U23 の候補でもありますよね。そうですね、先日、相馬と同じように、キャンプに呼ばれて、活躍しているので、また今年オリンピックもあるので期待したいと思います。はい、そしてもう、まあ、ベテランというよりか中堅という選手になりますけども、長澤選手いかがですか。そうですね、和樹に関しては、当然シーズン通して、まあ、当然浦和の試合も見ている中で、ダブルボランチの一人として、活躍してました。でうちのチームは米本と、稲垣と、まあ、ここも非常に優秀なんですけれども、まあ、チームのコンセプトとしては非常にこの中盤を幅広く、運動量を持って、カバーしながら、いかにそのボールを早く前線に当てるという部分では、非常にその競争という部分で、彼ら2人とプラス和樹と、やってくれるんじゃないかなと思っています。今年は ACL もあるということで、かなりの過密日程というのもありますよね。そうですね、まあ、和樹も ACL も、経験してますし、非常に技術的にも高い、運動量も豊富な選手なので非常に期待しています。はい、さあそして斉藤学選手です。学君はですね、まあ、相馬と同じようなポジションが被るかなと思うんですけれども、アタッキングサーゴのところで非常に高いクオリティを出しますし、プレッシングの部分でも、攻守にわたって活躍できると思っているので、非常に期待しています。まあ、阿部選手のごとく、まあ、川崎フロンターレで優勝経験メンバーでもあるというのもあるんですよね。そうですね、非常にフロンターレさんも能力の高い選手多く抱えていますので、まあ、その中でも、まあ、学ぶ自身もグランパスに来たらフロンターレ倒せるっていう、まあ、そういう、強い気持ちを持って、来ていただいているので、まあ、そういった部分でも期待しています。はい、そしてもう一人ビッグネーム、柿谷陽一郎選手でございます。まあ、陽一郎は説明別にする必要もないぐらい能力高くて、まあ、特にその攻撃において、うちも後半戦、ね、彼がワントップで出てて非常に苦戦している部分もありましたし、まあ、あのクオリティっていうのはなかなか説明がつかないぐらいやっぱり素晴らしいものを持っているので、まあ、トラップ一つ取っても、まあ、J リーグの中でもトップレベルの選手なので、まあ、フィニッシュの部分はまあ、前線の、ね、直樹だったり相馬、マテウス、ヤーマ、まあ、ムーは今怪我してますけど、学も入ってくるんで、まあ、みんなで競争しながら、いい攻撃を作ってもらいたいなと思ってます。やはり選手の厚さとしては今年かなり期待できますよね。そうですね、そこを課題持って取り組んできました。まあ、ただ足りない、まあ、監督はいつも、まあ、あと2人ぐらい取ってくれってリクエストもらってますので、まあ、そこはちょっとウィンドウを含めて考えていかないといけないなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さあそしてもう一人、新人とは言ってももうおなじみになっている選手が一人います。児玉俊斗選手、ついにトップ入りということですけども。そうですね、ちょっと3年間時間ありましたけど、はい、まあ、あっという間に過ぎて、で大学でも、ユニバシアードの方でも森下君と一緒に、イタリアの大会で、メダルも取ったり、そういう中で経験を積んできて、で、まあ、このやっぱ大学サッカーとは違う J リーグの、ね、トップリーグの中で彼がこの強度の中、スピードのあるグランパスのサッカーの中でその技術が発揮できれば、
チームの戦力になるとも思ってますし、まあ、とにかく早く慣れて、みんなと競争していけるような存在になってもらいたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは改めて名古屋グランパスの選手ラインナップ、ビジョンの方でご確認ください。まあ、星のついている選手が移籍加入、新人選手ということになりますが、改めてチーム編成、一言いただいてもいいですか。そうですね、シーズンは本当に今シーズンも、昨年同様に過密、そこに ACL っていうのが入ってきますので、中2日だったり中3日だったり連戦が控えてます。まあ、その中で、人数が多ければいいっていうものでもないですし、やっぱりそのグランパスのサッカーに合う、強度があって、より技術の高い選手っていうのがこれから、揃ってくれば、シーズンを通して戦っていけるのかなと思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、さらに、先日クラブから発表があった岩手グルージャ盛岡に、期限付き移籍を満了された大垣勇気選手の動向に関してはどうでしょう。大垣選手は、まずちょっとヨーロッパのクラブの方からレターが入りまして、で本人も、ヨーロッパでチャレンジしたいっていうことがあるので、また改めて皆さんに、決まり次第報告ができるかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは、大森さん、最後にお集まりいただいた皆さん一言残してください。まず昨年本当に厳しいシーズンで、なかなか応援という部分では、声も出すこともできない中でも、グランパスのサポーターの皆さん、ファミリーの皆さん、非常にこらえた中で、選手チームの方に声援を送っていただいたと思います。まあ、その中でも ACL という、出場権も獲得できて、で今シーズン臨めます。今シーズンもコロナで非常に、今感染拡大が広がっていて、チームでも非常に、対策を、万全に、進めてます。皆さんも本当に、感染に注意していただいて、でスタジアムに足を運んでいただいて、温かい応援選手に送っていただけたらと思います。また、今シーズン、皆さんと一緒に、ファミリーの皆さんと一緒にシーズンを最後まで乗り切りたいと思います。今日は、寒い中足を運んでいただきありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いろいろお話を伺いました。大森スポーツダイレクターでございました。さあ、今皆さんがね、写真を撮っていらっしゃいましたけども、う基本的に撮影は OK ですので、どんどん撮っていただいて、今日来られなかった、来たかったけども悔しくて来れなかったなっていう方たちに、ぜひぜひSNS 等を通じてですね、お伝えいただければと思っております。よろしくお願いします。さあ、それでは続いてまいりましょう。今シーズンも名古屋グランパスをご支援くださいますユニフォームパートナー、トレーニングウェアパートナー、およびユニフォームサプライヤー、スーツサプライヤー、シューズサプライヤーをご紹介させていただきます。皆様どうぞスクリーンにご注目いただき、パートナーのお名前、私の方からご紹介をさせていただいた際は、ぜひとも大きな拍手をお願いいたします。それではまずはユニフォームパートナーからです。胸パートナー、トヨタ自動車株式会社。背中パートナー、株式会社トヨタ自動織機。背中裾パートナー、トヨタ通商株式会社。左袖パートナー、トヨタファイナンス株式会社。パンツパートナー、トヨタガズーレーシング。右鎖骨パートナー、 KDDI 株式会社。左鎖骨パートナー、株式会社プロトコーポレーション。今シーズン株式会社トヨタ自動織機様にユニフォームパートナーとして加わっていただきました。ありがとうございます。さあ、続いてトレーニングウェアパートナーに参りましょう。胸パートナー、トヨタホーム株式会社。背中パートナー、 UCC 上島コーヒー株式会社。右袖パートナー、東洋グリーン株式会社。同じく右袖パートナー、有限会社 K4。 左袖パートナー、学校法人東邦学園愛知東邦大学。同じく左袖パートナー、川村電機産業株式会社。今シーズン東洋グリーン株式会社様、そして有限会社 K4 様にトレーニングウェアパートナーとして加わっていただきました。ありがとうございます。
それでは続いてユニフォームサプライヤーです。水野株式会社。スーツサプライヤー、株式会社オーダースーツ佐田。シューズサプライヤー、マドラス株式会社。パートナー各社の皆様、厚く御礼申し上げます。そしてなお本日紹介することができませんでしたが、このほか多くのパートナー企業の皆様に名古屋グランパスご支援いただいております。改めて各社様にも大きな拍手、皆様お願いいたします。ありがとうございます。さあそれでは続いて今シーズンの気になる背番号発表してまいりましょう。背番号1、ゴールキーパー、ミッチェル・ランゲラック。背番号2、ミッドフィルダー、米本拓司。背番号3、ディフェンダー、丸山雄一。背番号4、ディフェンダー、中谷慎之介。背番号5、ミッドフィルダー、長澤和樹。背番号6、ディフェンダー、宮原和也。背番号7、ミッドフィルダー、阿部裕之。背番号8、フォワード、柿谷陽一郎。背番号9、フォワード、山崎亮吾。背番号10、フォワード、ガブリエル・シャビエル。背番号11、フォワード、相馬勇樹。背番号13、ディフェンダー、藤井春也。背番号14、ディフェンダー、木本康樹。背番号15、ミッドフィルダー、稲垣翔。背番号16、フォワード、マテウス。背番号17、ディフェンダー、森下亮也。背番号18、ゴールキーパー、渋谷翼。背番号19、ミッドフィルダー、斉藤学。背番号21、ゴールキーパー、武田洋平。背番号22、ゴールキーパー、三井大輝。背番号23、ディフェンダー、吉田豊。背番号24、ミッドフィルダー、石田亮太郎。背番号25、フォワード、前田直樹。背番号26、ディフェンダー、成瀬俊平。背番号27、ミッドフィルダー、児玉俊斗。背番号28、ディフェンダー、吉田明。背番号44、フォワード、金崎ムー。以上、2021シーズン選手背番号を発表させていただきました。ファミリーの皆さんもさることながら、選手の皆さんも背番号に対する思いあるかと思います。さあそんな中、ここでですね、今シーズン背番号が変更となりました3選手、相馬選手、山崎選手、阿部選手からメッセージをいただいておりますので、どうぞ皆さんビジョンにご注目ください。今年から11番をつけることになりました、相馬勇樹です。11番という番号に対しての思い出を話すと、僕が大学4年の時に、殿池監督からもらった番号で、今までは7番だったんですけど、11番をつけて、全日本選抜に入ったりだとか、名古屋の内定、そして特別試合で出たり、大学4年の時につけた本当に思い入れのある番号です。その番号を背負って、求められるものは、得点、アシストという結果だと思うので、本当に僕自身今年が勝負の年だと思っているので、特にまず前半戦、絶対にチームを、勝たせ、まず、個人として結果を取るという気持ちで頑張ります。今年もよろしくお願いします。今年から9番をつけることになりました山崎亮吾です。9番は、大学生以来です。9番をつけて、今年は皆さんの前でしっかり活躍できるように1年間怪我なくプレーしたいと思います。今年は ACL があるので、みんなで掴み取りに行きましょう。今シーズンから7番をつけることになりました阿部裕之です。数々の、名古屋グランパスで7番つけた選手に、負けないように、僕の7番像というのを作っていけたらと思ってます。今シーズンも応援よろしくお願いします。
いや非常に、ね、喜ばしい、そして期待がたっぷり持てる、そんな意気込みのある3選手のメッセージでございました。ぜひとも3選手並びに全選手に今シーズン期待してまいりましょう。さあそれでは背番号紹介に引き続きまして、新たに名古屋グランパスのファミリーとなりました新人選手、移籍加入選手をここで紹介してまいりたいと思います。ここでこの後選手たちが登場してまいりますが、改めてお願いです。新型コロナウイルス感染拡大防止のため声援の方はお控えいただきまして、ぜひ温かい熱い思いを込めた拍手にて応援をよろしくお願いいたします。さあそれでは早速まいりましょう。皆様、選手の入場口をご注目ください。まずははじめに新人選手のご紹介です。東海学園大学より加入、ミッドフィルダー背番号27、児玉駿斗。ちょっとあどけない表情ですね。さあもう2年前から皆様には顔なじみ、そんな児玉選手、今着用しているものは今シーズン2021シーズンのトレーニングウェアとなっております。このトレーニングウェアを着て日々練習を重ね、このホームスタジアム京セラのピッチで躍動してくれることを期待していきましょう。ということで改めまして今シーズンの新人選手児玉駿斗選手です。よろしくお願いします。お願いします。そんな端っこに行かずに真ん中にドンと行っていただければと思います。じゃあ改めて皆さんにご挨拶を兼ねた自己紹介をお願いします。児玉駿斗です。よろしくお願いします。緊張してる？ちょっとまあぼち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 、ありがとうございます。さあそして今のトレーニングウェア、もう今日初めて見ましたかそれ、はい、どうですか今シーズンのトレーニングウェアは。かっこよくて着やすいですね。あとね、その赤と黒の、まあ、おなじみのカラーリングだと思いますけど、改めてトレーニングウェア着て今シーズン仲間にまた加わったということですけど、どうですか感想としては。で、まあ、やっと、プロの選手として、舞台に立てるということ で、まあ、ワクワクしています。はい、さあそれじゃあですね、選手のコンディションを優先しまして、ここからベンチコートを着てインタビューに答えてもらいたいと思いますので、はい、ぜひ児玉選手来ていただいて、これからどんどんちょっと日の方も沈んで寒くなってくると思うので、皆さんもぜひ常々暖かい格好をしてですね、過ごしていただければと思います。さあそれでは児玉選手、2年前はピッチにも立ちました。あの時を振り返ってみてどうですか、2年前の自分というのは。若かったと思います。今も十分若いですけどね。でもやっぱ変わりましたか、だいぶ感覚として。そうですね、気持ちの面で、うん、やっぱポジティブに捉えることができるようになってきたので、うん、とても成長できているんではないかなと思います。じゃあこの2年間はどういうふうに過ごしましたか。結構意識的に過ごした、まあ、もう本当にプロが待っているという状態での2年間だったと思うんですけど。で、まあ、大学生としてプロとして見られることが多かったんで、まあ、プレッシャーもありましたが、十分楽しめたと思っています。はい、で2年前に、ね、いた仲間たちとまた今シーズン合流したことによって出会った仲間たちって多分だいぶ変わると思うんですけど、どうですか、そんなこう2年越しのグランパスに合流するというのは。まあ、上手い選手が多いので、勉強できるかなと思います。はい、じゃあもう皆さんにどんなところを、まあ、今シーズンプロとして歩む自分自身見てほしいですか。で、まあ、ボールを、そんな見ずに扱うこともできると思うんで、まあ、視野を広げてパスなりドリブルなり、皆さんワクワクできるようなプレーができたらいいなと思います。はい、まあ、ある意味堂々としてますね、淡々としててね、非常に期待してるわけですけども、じゃあなんかちょっと名言的に心の中で約束してほしい、今シーズンの目標というのはどうでしょう。まあ、本当に上手くなることしか考えてないので、まあ、たくさん試合出て、活躍できるように頑張ります。はい、じゃあさらにもう一度今日サメラが集まってくれたファミリーの皆さんに一言残していただいていいですか。
やっと入団できるということで、3年間、お待たせしてしまったんですけど、これからは、グランパスとして、本当にワクワクさせるようなプレーを、皆さんに見せれるように頑張るので、応援よろしくお願いします。はい、ぜひとも応援してください。児玉駿斗選手でした。どうもありがとうございました。この後児玉選手またですね、ユニフォーム姿になって皆さんの前に登場しますので、ぜひとも楽しみにしていてください。なんかもうひょうひょうとしているところがね、逆にこう期待が持てる、ビクビクしているよりももう本当に慣れているというようなね、自分自身のペースを失わないというような、そういった成長のうかがえるまた2年間だったんじゃないかなと。またグランパスの仲間となってピッチ上で躍動してくる日を楽しみにしていきましょう。さあ、それでは続いてグランパスへ移籍加入した選手をご紹介します。どうぞ皆さん改めて選手入場口ご注目ください。ディフェンダー背番号14、木本康樹。もう素晴らしい。さあ続いてもう一人です。ディフェンダー背番号17、森下亮也。さあもう軽快に登場してくれました。笑顔が素晴らしい。そして今2選手が着用しているのが今シーズン戦うユニフォームになりますけども、先ほど小西社長からありました胸のロゴが GR ヤリスというふうに入った、まあ、今シーズンのいわゆる戦闘服でございます。これをまとって須田選手には1年間今シーズンまずは戦っていただこうということで、改めて木本選手とそして森下選手です。よろしくお願いします。ではご自身の口からグランパスファミリーの皆さんに自己紹介を木本選手からお願いします。セレッソ大阪から完全移籍で加入することになりました木本康樹です。ポジションはセンターバックです。グランパスの勝利とタイトルを獲得できるように全力で頑張るので応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそしてもう一方、サガン鳥栖から、移籍することになりました森下亮也です。ポジションはサイドバックと、サイドハーフもできます。名古屋グランパスのアジア一のために勢いを与えられるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあそれではお二人にはまたベンチコートを着ていただいてですね、ちょっとあのコンディションの方をね整えてもらうために、まあ、せっかくユニフォームですけども、まあ、今のうちに目に焼き付けていただきながら選手たちのお顔を、ね、皆さんにはご覧になっていただきたいなと思います。さあ豊スタのピッチに名古屋グランパスの仲間としてお二人入られましたけども、じゃあ最初にマイク持ってくれてる森下選手どうですか、今の率直な感想は。まあ、こうやって人前で話す機会がないのでものすごく緊張してます。あ、なんかそんな風に見えないね、素晴らしい笑顔ですけど。いや、めちゃくちゃ緊張してます。本当ですか。脇汗がやばいです。まあ全然もう新ユニフォーム濡らしていただいて大丈夫なんでね。はい、そして木本選手どうですか。そうですね、あのこのトヨタスタジアムは試合したことないんで、すごい素晴らしいスタジアムなので早く試合がしたいなっていう気持ちです。はい、まあ、あと袖を通したときおなじみの桜色から今赤になりましたけど、どうでした。そうですね、あのピンクのユニフォーム以外着たことなかったので、そうですね、まあ、また新たな気持ちで頑張りたいなっていう気持ちでいっぱいです。はい、ありがとうございます。赤とは対照的な青、水色着ていて、着ていた森下選手どうですか。そうですね、さっきロッカーで来て鏡で自分のユニフォーム姿見たときになんか似合わないかなと思ったんですけど、意外といけてんなって思いました。いや、もういけてますよね。もうすでに板についている。さあそれではちょっとねしばしまたインタビュー答えていただきたいと思いますが、まずは木本選手、名古屋グランパスというチームどんな印象ですか。そうですね、あの
去年も試合してすごいあのチーム全員がチームの勝利のために戦うチームだと思いますし、まあ、攻守両方ものすごく高いレベルで、やっているチームだなという印象があります。はい、さあそしてそれを率いるのがマッシモ・フィッカデンティ監督ということで、森下選手どうですか、マッシモ監督への印象は。まあ、そうですね、本当に強い組織を作る監督さんだと思うので、ものすごく規律はあると思うんですけど、でも戦う部分だったりそういうところを評価してくれるような、本当に僕の良さを見てくれるような監督さんなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、非常に期待しております。そして、まあ、これからのおなじみの街、ホームタウンということになる名古屋、森下選手なんかこうイメージありますか、名古屋。はい、僕ユース時代まで磐田にいたので、まあ、本当東海のライバルっていうことで、まあ、いつもバチバチしてたんですけど、そういうなんかちょっと怖かったグランパスファミリーの方々を味方につけるとすごい心強いなと思います。今では褒め言葉ですね。褒め言葉です。はい、ねえ、まあ、それはライバルですからね、東海エリアとしては。いや、よく来てくださったと。さあそんなサポーター、まあ、通称ね、我々名古屋グランパスファミリーと呼んでるんですけども、木本選手どんな印象を持ってますか。そうですね、去年コロナの中でもリーグ一番観客動員を1位だったということを聞いて、やっぱすごい熱狂的なサポーターが多いなっていうのは思いました。はい、もうぜひこれからはファミリーという共通言語で、まだ慣れないかと思いますけども、はい、お願いいたします。はい、すいません。はい、さあそんな木本選手、これからはそのグランパスの仲間、そしてライバルもね、ひしめく中だと思うんですけども、自分自身でどうチームを変えていきたいと思ってますか。そうですね、自分に求められているのはまずやっぱ競争を与えることだと思うんで、やっぱ去年両センターバックフル出場というすごいことを成し遂げた選手たちに、まあ、しっかり自分がそこに入り込めるように一日一日頑張っていきたいなと思います。はい、同じ質問どうですか、森下選手。はい、まあ、ライバルのサイドバックの選手たちは本当に上手い選手がたくさんいるので、まあ、本当そういうところでは追いつかないといけないと思いますけど、やっぱ自分の良さは縦の強さ、速さだったり守備の強さって勢いの部分だと思うので、他のサイドバックの方々にはないような勢いを与えられたらいいなと思います。はい、ぜひとも躍動している姿を見てみたいと思いますけど、もう一つ森下選手としては、まあ、U23 の候補にもなっているということで、まあ、今年は、まあ、まだ分からないですけども、まあ、このまま行けばもしかするとオリンピックがあるということで、そこに対してはどうですか。そうですね、まあ、まず名古屋グランパスで、まあ、J リーグ1と、まあ、そしてアジアの頂点を目指せるっていう権利と、そしてオリンピック出場っていう、まあ、本当に盛りだくさんというか贅沢な権利を今年与えられている年だと思うので、オリンピックは絶対出たいですし、でもやっぱ名古屋で頂点を目指している過程にそれがあると思うので、全力で日々の練習から取り組みたいと思います。はい、ありがとうございます。期待しています。それでは本日お集まりいただいた皆さん、ファミリーの皆さんと、そして今カメラの向こうにはですね、アプリでご覧になっている皆さんがおられます。木本選手からちょっとメッセージを一言残していただいてお願いします。そうですね、今年もすごい過密日程だったり厳しいシーズンが続くと思いますけど、チーム一丸となって頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。そして森下選手。はい、まあ、トヨタスタジアムに来てくださった方々に、を熱い気持ちにさせられるようなそういう戦いを見せたいですし、僕もそういうプレーをしたいと思うので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、ぜひとも期待しております。木本選手、森下選手でございました。大きな拍手をありがとうございました。ではこちらからどうぞご退場ください。いやー、ワクワクしますね。さあそんな、木本選手、森下選手の両選手にはこの後再びフォトセッションにてご登場いただきたいと思います。まあ、さらにはピッチ上、そしてホームゲームの時にまたね、彼らの本当の姿でまたね、皆さんの元に登場してくると思いますので、ぜひとも楽しみにしていてください。さあそれでは続いてまいりましょう。グランパスへ移籍加入した、今度はポジションミッドフィルダーとフォワードの選手をご紹介してまいります。改めて選手入場口ご注目ください。ミ
ッドフィルダー背番号5長澤和樹。ミッドフィルダー背番号19斉藤学ぶ。フォワード背番号8柿谷陽一郎。さあ今ユニフォームを3選手着込んで背番号を背負い登場してくれていますが、柿谷選手着用しているユニフォーム、こちらなんと上のトップスだけですね、間に合いました。 ACL 仕様のデザインのユニフォームになっております。はい、首元の背中には日の丸がついております。本来ですと ACL の公式ワッペンが右袖につく予定なんですが、現在 ACL の公式のデザインが変更に伴いまして、まだ正常中のためユニフォームにはついていないということなんですけども、あと下のパンツとソックスは ACL 仕様ではなく J リーグ仕様のものを着用していますが、まあ、なんといっても皆さんのもとにいち早く ACL 仕様を届けたいという思いで柿谷選手には着用していただいております。さあということで改めまして長澤選手、斉藤選手、柿谷選手です。大きな拍手。さあそれでは一言ずつ自己紹介をいただきたいと思います。まずは背番号5の方から。はい、浦和レッズから、加入しました長澤和樹です。タイトル獲得に向けて、精一杯戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて川崎フロンターレから来ました、斉藤学です。頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして最後は、セレッソ大阪から来ました、柿谷陽一郎です。皆さんの答えに鍛えれるように、精一杯頑張るので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれではベンチコートをね、来ていただきまして、この後しばしお話にお付き合いいただきたいと思います。今多分本当にGR ヤリスのロゴの入ったユニフォーム、ホームユニフォームというのが、まあ、初めて皆さんの元にということですが、さらに今 ACL 仕様で、柿谷選手若干後ろの背中の日の丸見せてもらってもいいですか。首の ところにあります。皆さん見えますか。日の丸、日本を背負ってこの名古屋グランパスが戦うという証拠になっております。はい、ありがとうございます。はい、着用していただきまして、じゃあ着用された方から伺っていきましょう。まずは、長澤選手に伺っていきたいと思います。はい、はい、さあ赤から赤へということですけども、今の心境どうですか。ACL に今年出るということで、また気持ちを新たに新天地で、自分の力を出したいと思います。はい、さらにはそのグランパスのチームの今の印象というとどうでしょう。昨シーズン、2回対戦してますけど、しっかりとこう守備が固く、基盤がしっかりしていて、前に攻撃陣能力ある選手が多くいるという印象です。はい、ありがとうございます。さあそして斉藤選手、はい、マッシモ監督という監督との、ね、まあ、マッチアップで川崎フロンターレだったと思うんですけども、はい、今回は仲間として今度は指導を受けることになりますが、どうですか。楽しみです。もうちょっともらってもいいですか。なんかマッシモ監督の戦術だったり結構名古屋グランパス、川崎フロンターレ昨シーズン苦しめたんじゃないかなって思うんですけども。あ、でも僕あんま出てないんで。なるほど、はい、楽しみです、ね、ありがとうございます。さあ続いて、我々このファミリーを、まあ、サポーターをファミリーと呼んでるんですけども、柿谷選手、名古屋グランパスのこの方たちはどう感じておられましたか今まで。まあ、試合のためにゴール裏からの、まあ、すごいこうなんていうの、いい圧のある応援っていうのをそれが自分の味方になると思うとすごい頼もしいです、ね、やはりね、今までは柿谷選手のプレーに対して僕らも辛辣なコールを浴びせてたと思うんですけども、それが今度は頼もしく感じていただけると。じゃあそんな柿谷選手ご自身がこうグランパスに入ってきたということで、どうチームに影響を与えたいと思ってますか。
皆さんの、驚くような顔を見るのが好きなので、そういうプレーをたくさんできるように、はい、頑張りたいなと思います。いや嬉しいですね。さあそして斉藤選手はどうですか。同じ質問です。はい、何でしょうか。はい、同じくな質問なんですけども、グランパスに入りまして、はい、どう自分自身でこうチームを変えていきたいかと。グランパスが、優勝するために、自分ができることを精一杯やっていきたいと思いますし、まあ、横の柿谷陽一郎の驚くプレーを横で見たいなと思います。ピッチ上でね。そうですね、はい、引き出していきたいなと思います。いやぜひともコンビネーション見てみたいと思います。さあ長澤選手はどうですか。まあ、僕あの攻守においては高いインテンシティ のプレーを見せたいと思いますし、この2人のように攻撃陣本当に多彩なんで、そこにしっかりとパスを出せるように頑張っていきたいと思います。はい、まあ、我々自分自身たちで言うのもなんですけど、豊富な本当にねバリエーションの多い個性の強い選手たちが多いグランパスにやってきた3名ということで、改めて聞きたいんですけども、グランパスの中でこう気になる、まあ、講師含めてね、ピッチ上でもいいですしプライベートでもいいです、気になる選手、長澤選手からちょっと伺いたいんですけど、誰かいますか。僕は、稲垣選手、僕大学時代に、彼が日体大で、僕専修大で大学リーグで対戦もしてますし、はい、僕がドイツに行った時なんかはドイツまで、遊びに来てくれたり。あ、そこまでの仲なんですか。はい、ついて速攻お財布を盗まれたというストーリーを披露してくれたり、まあ、ちょっと天然なキャラだと思うんですけど一緒にプレーできるのは楽しみです。あ、そうなんですね。じゃあ結構もう今回移籍が加入がっていう時には稲垣選手やり取りとかもされたんですか。はい、すぐ LINE いただきました。ちなみにどんなチームだよみたいな、なんかウェルカム的なコメントなんかありましたか。いや、どこに住んでるよとか、どこ住んだ方がいいよみたいな、そんな話はされました。あ、もういわゆるライフワークの方までアドバイスをいただいたと。はい、はい、さあ続いて斉藤選手は講師含め気になる選手。全員です。その中でもすいません食いつきます。いや、シャビエル。シャビエル選手、はい、その心は。サッカーがうまい。まあね、テクニシャンですけど、あと元チームメイトの今回7番になられた阿部選手いらっしゃいますけど、はい、阿部君にはすごく川崎の時にお世話になってたので、ここでもたくさんお世話になりたいなと思ってますし、米本も15歳ぐらいから知ってるので、たくさんお世話になりたいなと思います。前田直樹もマリノスで一緒にやってたので、たくさんお世話になりたいなと思います。もうすぐ馴染めますね。あと吉田豊もアンダー17一緒に世界大会行ってるんで、お世話になりたいなと思ってます。もうお世話になれるでしょうか。あと丸くんも出てくるな。やったことあるのでお世話になりたいなと思います。本当に気になる選手全員って正しかったんですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。そんなに出てくると思わなかったです。さあそして同じ質問になりますけど、柿谷選手どうですか。僕は宮原選手ですね。おお、宮原選手。それは顔がタイプですどういう目線あとプレー面だと誰が今気になりますか。でもやっぱマテウスとか、まあ、シャビエルもそうですけど、まあ、他のチームから見てても魅力のある選手と一緒にできるっていうのも楽しみです、はい、さあそして今シーズンからトヨタスタジアムがホームスタジアムということでね、本当1箇所のみになる、まあ、本来他のチームの皆さんはそうだと思うんですけど、まあ、我々にとっては本当珍しいことということになるんですが、長澤選手どうですかこのトヨタスタジアム。お客さんがいっぱい入ると本当に素晴らしい雰囲気だなっていうのは期待してて思いました。斉藤選手どうですか。最高のスタジアムです。はい、ありがとうございます。ぜひ今度はね、仲間となって駆けずり回っていただきたいと思いますけども、さあそしてなんといっても今シーズンは ACL があるということで、先ほどねユニフォームも着てくれていた柿谷選手、まあ、ACL への思いどうでしょう。まあ、コロナ禍ですごく難しい、ゲームになると思いますけど、グランパスファミリーの皆さんと一緒に、アジア1位になるために、僕たちもここに来ましたし、そのために、精一杯戦いたいなと思います、はい。まあ、あと同じくね、今までつけていた8番を背負われましたけど、それについてはどうでしょう。まあ、馴染みのあるユニフォームと背番号、をずっとこう皆さんのイメージがあると思いますけど、長くランパスの8番柿谷、1からサッカー選手をスタートするという意味でも、もう一度本当に皆さんに、まあ、プレーもそうですけど、全てにおいて
まあ、柿谷には名古屋の選手なんだなっていうふうに思ってもらえるように一日一日、はい、頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今回寒い中集まってくれたファンビーの皆さん、さらにはアプリを通じて、いろんなところで見てくださっている皆さんに向けて一言ずつ最後に残していただきたいと思います。長澤選手、お願いします。はい、精一杯、名古屋グランパスのために戦います。一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。斉藤選手、シーズンの終わりには、皆さんとファミリーと一緒に喜べるようにいい結果を出せるように、精一杯頑張りますので一緒に戦いましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして柿谷選手、1年間本当に、全員で戦い抜きましょう。よろしくお願いします。はい、力強いメッセージいただきました。ということで3選手に今以上大きな拍手をお送りください。これからよろしくお願いします。それではどうぞ左側から、はい、ご対応ください。もう場数も経験も豊富なこの3選手ということで、本当にね、堂々とご自身の個性を出しながらのトークも繰り広げてくれたということで、まあ、講師ともにもういろいろなところで多分皆さんにね、いろいろな素顔、横顔、そして真剣な表情を見せてくれると思いますので、ぜひこの3選手の活躍期待していただきたいと思います。さあ、そんな3選手、長澤選手、斉藤選手、柿谷選手、フォトセッションで再び登場いたしますのでお楽しみに。